水球はやっぱ最後は気持ちなんで、気持ちが強かったら勝つんで。チームの持ち味は最後までしっかり泳いで諦めないっていうところです。攻撃力だけを取ってみれば、まあ、そのナンバーワンこれぐらいのレベルでやらないと全国大会では通用しないんだなっていうところを一番みんなの近くで示してくれている。なんかいざなんかこうやって高3になってその全ての上に立ったらやっぱ難しいなっていうのはあります。キャプテンとして足りんなっていうのは、チームに声をかけてやっぱキャプテンらしく振る舞うみたいな。僕も多分結構自分が自分がっていう感じのあれが抜けてないんで、なんか自信が湧いてくるような感じで、純くんと日本一だったらいいなって、まあ、僕も本当に思ってます。その自分の成長によってその結果が左右されて、いい方なのか悪い方なのかっていうのか、結果で恩返ししたいんだなっていう。そういったところを今このゲームで試されてるの。わかる？わかるか？相手がいかに点を取るかね。最近ちょっと楽しくないなっていう。インターハイがやっぱりあるんで、やっぱそこで結果出さないといけないっていう、なんか締め感がある。それが本当に怖い。俺らと話すときとか、その友達とかと相手めっちゃ話すんですよ。そういう感じで試合中も話してほしいですね。声出すだけで多分全然変わるんで、お前悔しがるべと思ってやれやみたいな。だからはやっぱもう気持ちの面じゃないですか。
まあ、チームのためでもあるし、やっぱり自分の役割が理解できてるかっていうのも確認もあって、自分がやっぱり頑張らないといけない。絶対向こうお前ショーとか余裕でもう2人2、3人ついてくるからさ俺に。いやアイトラも積極的に狙っていいから、その状況判断とかしっかりしてよ。ちょっともう一回復習で向こう見るわ。うん、見る。もう一回ちょっとさすがにちょっとしなくてよ。諦めたくなかったのと、まあ諦めちゃいけないなっていうのが、これ最後まで手を抜かずにみんなで声出してこういつも通りやっていこうっていうので声かけてました。この、ね、負けた、悔しさっていうものは絶対に忘れない、ね、来年に引き継いでいく。もうちょっと早かったらもっと上手くなってたいだろうってちょっと自分では思ってて、もう少し早く進めばよかったなって思いました。やっぱみんな最後まで諦めてはなかったですね、まあ、最善を尽くしたかなっていう、全部駆使した結果がこれなんで、このチームは最高でした。勝ちたかったですけど。はい、みんな注目、注目。はい、チーズ。